はい、みんな、せつな圭介だよ。前回のパートからため取りでやっていくよ。ですね、4つの玉当てに入れて、さて次はどこに行けばいいものかの状態で進んでいますね。回かかっていますね。進展がなかなか見つかりそうではありませんね。何してるの？気になる。は？気になる、名前も知らない気ですから。知る気もありませんがね。ざまあ、見なさいよ。ですね。どこだろうな。なんかちょっとね、前回のパートでね、ここの下の、この右下の紐あるじゃないですか。これあれ、なんつうか、いつぞやに、イブと、メアリーが、まだ出てない頃にね、引っ張ったやつに二度わけですよ。だからなんかあるんじゃないかなって思っとるわけですけど、なんだろう。その前に右上のやつも気になるんで、それを調べる。傘？傘っつったらあれですね。なんか、傘を持てないなんちゃらってんが、傘をなくした少女だったっけ？そんなんがおったら、どこだったかな？一旦戻ったところだったような気がするな。なるほど、傘だったんじゃ、あれ。傘だったんじゃ。わー、メニュー画面、ギャリーさんに変わってる。まあ、当たり前か。かっけえな。腕時計とかあって、針が止まっている。あとライター。長年使用しているオイルが残り少ない。で、青いバラの花。赤い傘、今のやつ。赤い色をした普通の傘、室内では必要なさそう。ところがどっこい。次の進展に進めるために必要なんですな、これが。だいたい想像はつくでしょ、皆さん。傘をなくした少女ってんがいて、そいつに渡せばいけそう。なんてことが普通の考えだ。その通りだよ。というわけで、あれ？ちょっと待って。あれ？え？あれ？こっち行けんの？どういうこと？何があったん？え？戻っていけんかったら、ちょっと待って。戻れんかったら、あれじゃね？傘をなくした少女のところまで行けんのじゃね？え？ちょっと待って。それないやろ？ちょっと待って。それおかしいよ。お前。ちょっと待って。それおかしいな、ほんと。な、お前。そう思わんか？どうすればいいんや。何やろ。まだなんかあったっけ？ギャリーサイドではもう、やり残したことないような気がするな。え？おかしいな。じゃあとりあえずイブサイド。やね。と言ってもイブサイドなんかやることないような気がするんやけどね。まあここのゲルテナのなんだっけ？写真集じゃな、作品集か。これを見た瞬間からもう、仕事終わったようなもんやったような気がするんやけどな。あれ？もうちょっと探してみる必要がありますね。じゃあなんか進展があるまでカットしますかね。あ！傘をなくして乙女こんなところにおったんじゃ。ちょっと待って。だとしたら何？ギャリーのとこからどうやってこっちに持ってくればいいかわからんやん。え？どうすればいいんや、本当に。持ってこないかんのよな。持ってこないかんのやけど。それがどうすればいいかわからんのよな。ギャリーさん、こっちにどうにかして来れんかい？来れんよね。もしもーし。もしもーしって言ったらなんか反応してくれたんやけど。マジで？ちょっと優しいけど怖いだけなんでやめてね。やめてよ、さ、言うんは。こっち行けんわけですよ。なにそれ、なんそれ、なんそれ。
やばいぞやばいぞ、実にやばいね。こっちじゃないらしい。だとしたらなんだろうね。ここ落として向こう側に石が行ったってことはなんつうかなんだろうね。あの部屋でドスコーってギャリーさんが上にな傘投げすぎたらここにドスンってくるんかな。そこの部屋まで戻ってこれんようになっとうけんね。じゃあなんだろうね。じゃあ何があるんだろうね。積んだのかね。ここ直進していってもトゥトゥトゥンってなるもんな。あかんもんな。次口さん、次口さん、本当に知らないんですか。知らないよね。そうやね、そうやね。なんかヒントないかななんて思っ、まあこれはイブのバッドエンドのことが書かれたわけです。関係ない関係ない。なんかある、傘をどっかにギャリーたちに、じゃないイブたちに渡す方法とかある、ない。てか、なんで戻れんようになったんやって思うよ。戻して、私を元の部屋に戻して、戻らせてっての。おかしいやろ。どんな工事士の方でもね、こんな短時間で粉に直せるとは思うな。くそ。とにかくなんか手を打たな、まずいね。全然思いつかんけどね。はい、攻略サイト見ちゃったぜ。攻略サイトったって、攻略、イブの公式サイトに載ったやつは攻略のヒントで、なんか、具体的なことは書いてないよね。具体的にどうすればいけるとか。ただなんかこのマネキンをなんかメアリーのセリフを見てこれだって思うやつをどうにかしよう的な感じのねこんな感じだったな。マネキンの首がある。これって体はないのかな、知るかボケ。どこを見てるんだろうね、こいつだろう、なんだなって思うんよな。このどこを見てるんだろうねってちょっと気になるな。落としてしまえ、ホトトギス。イエーな、これ、うん、なにこれ。あー見てよイーブ、床に日々入っちゃったわよ。うるせえな、そんな怒らんでいいやろ。しかもなんか変なガスみたいなの出てるし。なんもないん。ちょっと待って、なんもないん。なんもないんすか。で、こっちだったかな。あ、こっちだったかな。こっちだったんか。結局全部壊してしまう結果になってしまうやな。何ちょっと、何ちょっと、なんもないんすか。こっちで正解だった、もしかして。床にひび入っ、あ、ひび？床にひび入って、このガスが出てくるってことは、もしかして。もしかしての、もしかして、もしかしての、もし、あ、で、あれ？てか何お前、戻ってきたんやね。魚に壊れちゃん、ちゃうん。だからといって、なんか話しかけてなんかあるわけじゃないんだ。なら、なんだそれ。けど、あれやね。こうガスが漏れとるってことは、もしかしたらギャリーの方で、これ、あ、俺の考え違いだった。ここのガスが、いろいろ系統かと思ったんやけど、何これ。なるほど、そういうことだったんじゃ。釣り針って、なるほど、上の絵と連結しとったんじゃ。なるほどやな。何かしら、これ、絵からなんか出てるわ。もしかして、釣り針。触ってみる、やめておく。触ってみようか。これで本物かしら。あー、いったー、指に刺さったー。バカちゃん。刺さるほど、ね、HP 減るほど触らんでもいいやろ。
傘をかけてみてですよ、そりゃ。傘をかけたらどうなるのかしら。こういうことを考える、おかしいよな。絵の中に入っていっちゃったわ。本当はわけわかんないことばっかり起こるわね。俺としては、ここで傘をかけてみるっていう選択肢が出てくることかわけわからんけどな。なんでそういう選択肢が出てくるのかわからんな。ですね。じゃあ、イブサイドの方に傘が行ったと思うんで。あ、来てる来てる。傘連れてる。なんか、よくある。ギャグとかでよくある、なんか。傘が連れてしまった的な感じ。いや、普通は靴か。靴の代わり傘やな。うん、釣り人。ねえ、イブ見て。なんか、連れてる。あ、くれるん。普通にくれたわ。やった、ありがとう。これを、どっかにおった絵の人に。あ、この人やね。傘をなくした乙女。イブ、傘って、わどうそうなーい。結構、意地悪で、うっせぇ。どうもーれ。わかった、わかった。あげる、あげる。うん。やったね。なぜ雨降ってくるんや。部屋の中なのに雨が降ってきた。するとどうなる？だから何？雨降ってきたんはいいけど、なんかあるかな？雨が降ってきたら何っていうんがようわからない。雨が降ってきたらどうなる？ああ、イブの方じゃなくてギャリーの方だったかな。雨降ってきます。あ、ここ変わりま、ちょっと水滴があったけど。あ？何今の？水が入った花瓶がある。そういうことか。やったー。で、これを調べる。引っ張る。消えたー。やったー。あらあら。ゲスのみたいなのを止まったわ。やったねー。で、まだいけれる。すげえ、やったー。こういうことだったんじゃ。ガス止まったんはいいけど、だから何だろう。ガス止まったんはいいよ。ガス止まったら何？まずか。イブの方で。ああ、せっかくやった。先に進めるようにやってる。なるほど、すごいな。このシステム。作者さんに脱帽やな。じゃあまあ、今回はこの辺にしとこうか。こうなんか立て続けに、どんどん進展したら楽しいな、ほんと。攻略サイト見たけどね。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。